ジャズ喫茶バレレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はテナーサックス奏者をご紹介します。フルートも吹きます。今日のテナーサックス奏者はこちらになります。シンプルでいいですね。このジャケット、ビリー・ハーパー、下にアルバムタイトルがあります。ブラックセイントとあります。そしてこのブラックセイント、これはレコードレーベル名でもあるんですね。レコードレーベル名がそのままアルバムタイトル名になってるんですね。というのはこのレコードレーベルの第1弾のアルバムがこちらになるんですね。記念すべきレコードです。そしてビリー・ハーパーが1枚目になるわけですよね。そしてこのブラック・セイントというレーベル、イタリアのレーベルなんですね。1975年にですね設立されたレーベルなんですね、ブラック・セイント。そしてこれを立ち上げたのがジャコモ・ペルチオッティという人が立ち上げたんですね。そしてこのブラック・セイント、ソウル・ノートというレコードレーベルがあるんですが、そちらに移行していきます。もう非常に志の高いレコードレーベルですね、ブラック・セイント。もう注目するすべきレーベルですね。他にも、アーチ・シェップのレコードとかですね、あります。そして今日のこの記念すべき第1弾のブラックセイント、この中からですね、私は今日、クロケットバレーとですね、サイドワンの2曲目ですね、ちょっと長いので、ですけど長さを感じさせない、もう素晴らしい。このビリー・ハーパーのこのレコード、1975年なんですが、1970年代のですね、どうでしょう、名盤といっても私はいいと思います。70年代のその名盤といっていいかと思うんですね。そしてビリー・ハーパー、一時といいますか、まあリー・モーガンのですねグループに参加しました。以前紹介したこのリー・モーガンのラストアルバム、この時期といいますか亡くなってからこれが、発表されてるんですけども、彼が亡くなってしまうので、そのグループにいたのでもう続けられることができないということになったんですけども、ボビー・ハンフリーとかですね、そういった人も参加しました。そしてこちらにビリー・ハーパー参加してて、今日お届けするクロケットバレーが演奏されていて、以前私のチャンネルでそのクロケットバレー紹介しました。そして同じクロケットバレーを今日はその作曲者であるビリー・ハーパーのこの記念すべきレコードでご紹介したいと思うんですね。もう素晴らしいでしょう。本当にこの切り裂くようなサックス、非常に、いいテナーサックス奏者かと思います。はい、長い曲なので解説はこれぐらいにしてお聴きください。ビリー・ハーパー、ブラックセイントからクロケットバレー、ジャズはいいよ。
うん。